この間、北海道で我々営業がございまして、はいはい、でこれがねあの、幕別というところでの営業だったんですね。うんうん、1>, 1日2公演やる予定の、ねえー、営業がありまして、はいえー、羽田空港から帯広空港に、うんえー、飛んで、はい、そこからタクシーで50分ぐらいかかる会場なんですよね。結構時間がかかるんですけども、うんでまあ、やっぱり朝も早く。うん 羽田空港に7時10分集合の予定でしてで、で,はい、で、私、平子が、うんえー、自宅で目を覚ましたのが7時、うん。いや、もうびっくりしましたよ。<laughs> びっくりしたよ。これ言ってるけど思い出したくもねえな。<laughs> <laughs> <laughs> 恐ろしいでしょ、だって。あの、人間ってすごいのね。うん、あの、部屋なんかもう、<laughs> シャッターとか締め切っているのが真っ暗だから、時間とかはね、わかんないの。だけど、起きた瞬間に、はい、やったって。気づくもんね。感覚で分かって。の、も時計見るの、で、その再確認でしかないのよ。俺はもうやってるってわかん。時計見て、七時、はい、やった。で、ず、もう何年も前に、酒井も一回営業でさ。なりましたね。遅刻したことが。あってそうそう、岡山行くときに。そのときに、酒堺、起きた瞬間、どう思ったのって、俺聞いたらさ。 なんかけわかんないけど、タバコ一本吸いましたって言ったじゃん。なんだそれって俺思ったのよ。あの時の感覚が本当わかって、もうこう、テンパってるから、わけわかんない自分の行動が。まず部屋をゆっくり一周すんだよね。ゆっくり一周して多分日常に戻ろうとする行為だと思うんだけど、無意識に。で、あの、これすごいのがね、一周した後に一回、 俺ね、携帯開いて、まとめサイト見たの、ね。なんでだよ。なんかわかるけど、俺はわかるんだけど、やった身だから。<laughs> わけわかんない。<う>無意識に。うん、で、その時の、まあ、ちなみにその、その時のまとめサイトこう開いたページが、うん、花のデカめの女っていいよなって。気になるな。あ、いや、違う違うってなって、その、イベンターの人に慌てて電話して、うん、すいません。 やらかしししてままいたあ遅刻ってなって本当に申し訳ございません寝坊ですもう正直にも言ってそしたらでも本当に自分でチケット買って急ぐんで先に行っててくださいってほら帯広空港帯広ってね俺らの中でメジャーな場所だから飛行機の本数も何本か結構多めだと思ってたらそういうビントさんが次まで何時間か空くよって。 一ああ本目これちょっと間に合わないなって言われて、う,ね、うわ、やっちまったってなって。で、やっぱりほら、そのイベント主催側と事務所とのこ取り決め、うん、俺らは細かいところまでわかんないけど、やっぱ大人と大人の契約の流れの中に俺らがこう乗っからしてもらってるわけじゃん。うんうん、で、二公演なんておそらく二本目には間に合う。でも一本目を飛ばすってことは、うん、その契約がなされない、うん、正常になされないってことだから、うん、まあ大人の、 世界のの約束を破棄ししてまう自分責任でそれでうわってなっちゃって「やべえ!」って「とにかく急ぎます」って言って何時間後にしかもうないっていうのは分かってるんだけどもしかしたらその乗るはずだった飛行機が何かで遅れる可能性もあるからとにかく急がなきゃと思ってもう訳わかんなくなってるからもう何かを持たなきゃいけないもう何でもいい役に立つそうなもん何でもいいと思って訳分かってないからベッドの横にあった。 レッドブルの空き缶と、ドラゴンボールの11缶を、カバンの中にスパーンって入れて、で、もちろん、歯磨いたりするのが向こう行ってからでいいから、もう、水で顔パシャッ、で、頭も寝癖だらけだけど、水でパシャッってやって、もう、着るのも適当な、本当その辺に散らばってる服をバーって着て、バーンって家飛び出して走って行って、で、電車の中でも、どうしようどうしようって思いながら、羽田まで結構あるわけよ、家から。の時間も辛いよね。辛い。なんも、 何もできない。携帯見ることもできないし、うん、ましてや音楽聴く小説できないけど、もう本当にただ縮こまって電車に乗って、うん、で、羽田なんとか着いたけど、うん、もちろんもう飛行機は飛んじゃってるわけ、うん、正常に。うん、で、あの、チケットをまず買わなきゃいけない。うん、で、あの、帯広空港まで、うん、で、自分でチケットを買って、<ー>で、その受付のお姉さんが、うん、あの、 席の、お席の位置はどうされますかって言って。よくこんなベターな笑い話でよくね、遅刻した人が電車一番前に乗んなきゃとか、よく聞くけど、これもうね、あれもう本当の話だわ。俺ね、その席どうしますかって聞かれて、一番最初に着くところって言ったの。無識にあっちも、ということは、じゃあ一番前でよろしいですねって言って、一番前の方、前に近いところまあ実際あの荷物下ろしたりするから、前の方が早く。そう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 。バーってね、あの、 着いた途端みんな立ち上がるから結構な時間かかるからでもう気が気じゃないわけじゃん、うん、3時間ぐらい空港で待たなきゃいけないそれ大変だよ、ね、きついなとりあえずちょっと落ち着こうと思って、うん、歯磨こうと思って、はい、トイレ行って、うん、鏡をパって見たのよ、うん、でしたら、うん、こうひげも剃る時間ないからひげもうっすら生えてて、うん、でも 気づかれても、やつれてんのよ。ほうん、頬とか。うん、もう、その数時間でげっそりして。うんうん、で、髪も水でパシャって家でやってきた,、うん、ただけなんだけど、うん、いつも俺ワックスは必ず塗るんだけど、うん、パシャってやってちょっと無造作な感じになってて、髪見たら、俺がやってみたいな、こういう風になったらよ、いいなって思っててる髪型になってて。<laughs> おで仕上がってんだよ。たぶその水しかやってないのと、 走ったり、汗かいたりっていうのが多分全部がこうそうして。なるほどね。毛先だけがふわって遊んでる感じの、どんなにワックス使ってもできなかった髪型。そう。自然に、後日なんだけど、それ別日でやったら全く同じようにならなかった。で、ちょっとかっこくなってて、自分が。現実逃避もあるから、あれこっけえなってなって。で、も歯磨いて。 でもやっぱそこから3時間の待ち時間が地獄でそれしんどいんね何かで何やってもなんかダメな気するよねでサイトでやっぱりこのタクシーのそこに着く時間とか調べるんだけどどうしても50分はかかると出るのよ、うんうん、でそこをね35分ぐらいの間隔で着かないともう1番目の公演に間に合わないどう考えても、うんうん で、どうしようってなった時に、もうね、俺今でも携帯に、グーグルに残ってんだけど、あの、帯広空港、スペース、ヘリ。そうだろ。そうだろ。ピンクレディみたいなの。そう帯広空港、スペース、スピードとか調べてて、もちろん、その出ないわけよ。で、うわで、どう考えても、間に合わない。もうタクシーで行くしかない。だから、その3時間の待ち時間の間に、 帯広のタクシー会社に電話して何時ぐらいに着く飛行機で降りるんで正面のほんと出たところに待っててほしいんです行き先はここでその劇場の裏口に行きたいんです細かく遠いからちょっとあんまりよくわかりませんって言われちゃうそれだけで時間のロスになっちゃって5分の遅れがもう致命傷になるからそれをお願いして「あわかりました」「でちょっと急ぎ目なんです」 わかりました「あのうん、お待たせでおきます」ってなって、はい、そっからもう3時間ずっと待って、うん、もうねその間何を考えてたかっていうと、うん、パラレルルワールドについてて考えてたの、うん、自分が今もう遅れた遅刻した自分だけど、うん、何時間か前の、うん、まだ起きる前、うん、まだ起きれば遅刻を免れる自分に向かって、うん、まあパラレルワールド自分の違う世界の自分に起きてくれって。 <laughs> もう違う世界の自分でもいいから、うん、違う次元では起きて正常に仕事に行ってる自分を作りたいの。そんぐらいもう追い込まれてんのよ。ずっと起きろ、起きろ。Google、はいうん、でもヘリがないって分かった。うん、<laughs> もうずっとそればっかりやってて。うん、でも飛行機来て、うん、もうずっとその間も、もう5分でも遅れないでくれ、うん。遅れることあるからね、よくね、うんうん、飛行機は。風邪よ。止まる止まれ。<laughs> で、ずーっともう俺窓際の席だったんだけどずーっと大地よって早く見えてくれて二病みたいなもうずっと頭の中ぐる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 なっててでもうぴったりについてよしと思ってバーってもう急いでタクシー乗ってタクシーの運転手さんも待っててくれて平子さんですかって言ってバーンって乗ってでもちろんその安全運転かつそのちょっとね多分運転手さんの回り道特別なスで 回っててくれそれなんかイベントの方言ってたけど本当それ地元の人しか知らない道でそうそうそうここいいのって一瞬思ったんだけどあなんかこっちの方が車通りないっていう道を選んでくれてスーッて行ってくれてでサイトで調べたら時間も出るんだけど料金も大体の料金が出るんだけどそれが8800円ぐらいだったので選んでくれたコースが良かったのか結果的に。 間に合ったの奇跡的に。もうギリギリだけど。ほんとギリギリ。ほんとギリギリに間に合って、うわー、ありがたいと思って、助かったと思って。で、サイトだと8800円だったから、1万円置いて、あの、1200円ぐらいのもんだけど、運転手さんお釣りいいですって言おうと思って、途中からもう決めてて、あと5分ぐらいで着きますよ、あ間に合ったってなって、パって料金見たら、多分、 そのサイトもなんとなくのやつでやってるからちょっと変わってくんのね。六千6800円でついて、ここね、申し訳ないけどね、普通にお釣りいただきました。